どこで手に入れたんだろうな。うわぁ、あ、これヒパの出番来るわ普通に。で、ダークブレイド、え、何これ、猛毒縛りだって。あ、じゃあダークブレイド取っちゃダメだ。え、今どうやった、今どうやった、いよいよ、何と、いよ激毒縛りって何、ちょっと待って、え、激毒縛りにした方がいいのこれ。リングアーマー弱いね。激毒縛りこれあるか、なんか知んねえけど激毒縛りなるものに俺は目覚めてしまった。多分ダークブレードと異様で激毒縛りになるんだな。こう、じゃあちょっとこれあるかもしれない。でこれファイアーマーにするとちょっと天魔に対する攻撃力が落ちるんだけど、攻撃力の面を考えるとこっちの方がいい。これでいってみるか、固めて。いやいや来たぞ、思わぬところから。あ、でももうちょいあのメールが若干足りてないから、アーバルスと、まだメール4とかだし、ここのメールを固めてやってみるか。あ、ちょっとなんか見えてきた感じ、見えてきたかも。ガードメイス、ファーミア、クソガキ、ここに来て覚醒。しかもなんでファーミア一番パーティーで HP 高いんだよお前が。おかしいだろ、ゼクより強いファミア。肉体派だった。お、全開したのに MP が3ぐらいしかいってない。これほんといけるんじゃないかファミアで。ファミア頑張る、ファミア。そして激毒縛りという謎の特技、激毒縛りですよ。これ今かなりあっさり倒したよな。土パで相当苦戦してたのにこいつら。これがヒパのパワーなのか。一味違うぜやはり。天魔僧侶予備な僧葬っただけはあるな。あんだけ回復したのに MP が3しか入ってないもん。ファーミア神。そして激毒縛りである。もう全員毒のなすり合い。うんこの投げ合い。もう強えわこいつ。お前前の章の敵だろ、なんでそんなに強いんだよ。おかしいよこのパペットは、強さがおかしい。頼むメール落としてくれ、こんしんどいわ。おお、やった、メールを2個で、これをファーミアと、ファーミアにメール9だろ、でアーバルスにメール7。あれ、これロッド、まあいいや別に、もういやもう。どうせアーバルス使うんだろ。もう問題はアーバルスじゃないんだよ。問題はもう毒縛り、激毒縛りがなるかどうか。あとファーミアの MP な、そこが問題だ。ほんま、このゲーム魔導士弱い。俺は見切ったもん。さあ行くぞ。これガードも上げてたな。これは来ている。多分お前もどこを見せろ。お前自分を上げるな。お前も毒にしろ。自分を回復するな。こいつ自分ばっかり。もうこれアーバルス本当もどっか行ってくれ。やっぱガードよりもファイアの方がいいかもしんないな、なんだかんだね。お、いや本当に強すぎでしょこいつら。どうなってんの、この
この豚。いや、しかもお前激毒縛りどこ行ったんだよ。もう MP 切れた。いや考えられん、強すぎる。何なのこれ、何が起きてるんだこれは。こんなことが。おお。そりゃそうだ、信じらんねえ。なんだよこの強さ、こんなことあっちゃいかんだろ。こんなたった一匹に天魔僧侶ヨピナスより強いこいつ。天魔僧侶ヨピナスの倍は強いぞ。もう本気で積んでる。積みポイントじゃねえのここ、このゲームの有名な積みポイント。いやほんと激毒縛りも騙されてんな、意味ねえじゃん。せっかく使ったのに。何が激毒縛りだよ。我に鎧を与えたまえ。強いよパペットマン。でこいつな、この奥にいるやつ、こいつがもう信じられんぐらい、これスローの方がいいかな。スローってなんだろう。意外とこれが強かったりして、迷路はちょ着実に集まってはいるものを、アーバルス、迷路は集まっているものの、めまいがしてきた。めまいがクラクラしてきた。もう行くわ、ガンガン行く。神回を引き当てるまで俺は戦い続けるぞ。やべえ、積んだかもしれん、これ。敵があまりにも強い。神だよこの敵。神クラス。なんでこいつが最初に配置されてるんだよ、おかしいだろ。最後の最後に砦の長として配置されてるべき敵だよ。あまりにも強い。こいつのスローを試してみようか。でもこんな素早さが2位下がったぐらいだよ。何が変わるんだよ。何も変わらない。そしてこっちだけ毒にされてるという始末。もうしょうもねー。何が激毒縛りだよ。全然毒にしてねえじゃんこっちは。倒せ。そして倒した頃にはもう MP がないというね。うわこんなの勝てないじゃん、絶対無理だよ。うわこれはやられた、これは完全にやられた。
これは無理だ。エルファレカン。もしくはパインだな。もうまずこう装備足りてないけど、もうウォリアー固めないと多分無理でしょ、絶対。もう戦力は違いすぎる。ちょっとウォリアー固め効くかどうかだけ試してこよう。まあ、仮に効くのであれば、こいつらのメールを強化して、それで対抗するわ。なんでレベルないんだよ、このゲームは、その前に。お、固めろ、固めろ。うわ、これだよ。何が土パだよ。何がヒパだよ。水パしかいなかった、このゲームには。やっぱこんな 100% 水パで。こいつらがありや。なんなら今回倒せるまであるぞ、これ。そのぐらい強い。いや、撃ったら神。神すぎる。こいつらソード3とか装備してたやつだぞ。どうなっとるんだ。多分ジーンとか未だにソード3とか装備してるぞ。これが水パ。最強でした。いや、ほんともう全員育てるべきだな。俺痛感した。最強だった。強すぎる。ハワイにも強い。こんなことがあるのか。こんなほとんど鍛えてないやつらが、ほとんどフルアーマーの土や火が全く歯が立たなかった相手をフルボッコにしている現実。これが現実だ。固めろ。よし、危ねえ。ほう、しかもウォリア固め終わるよ。はめたろ。完全にはめた。でも危ない。もうはめろ。はめ尽くせ。よし、いいぞ。はめ尽くせ。もうやばい。もうやばい。よし、いいぞ。頼む。やった。ピズパ最強だった。本当で信じられんよ。誰が勝つと思ったんだよ。オッズ20倍ぐらいあった今の。誰も勝てると思ってなかったぞ今。すごすぎる。水パ復権ですわ。ちょ、本当に。あ、まあこいつはかなり装備整ってるな。まあジーンもそこそこ防御足りないぐらいで、まあヒオスとかあるけど、これも一応折り上がための能力あるから、まあ無駄ではない。ミストグレーとか邪魔なぐらいか。まあこことかも魔力15だからね。こんなジンジャーとかつけられてるよね。これでよく勝ったなお前ら、水パ神。さあ通してもらおう。何もしない。うお、なんだこいつ。殺せ。こんなやつは殺してしまえ。え、ちょっとどうすりゃいいんだ俺。正直俺ハイを押してみたいんだが、まあ、どうせハイを押しても止めに来るだろ。なんだから、なんだ。おい、なんかくれや。一体エルファリアスタッフは何を考えてるんだ。何かくれよ。あんなやつを配置するんだったら。お、学者いた。旅行家のブライトさんはシャインアクスという相手を見つけたらしい。今ずっと南のファー町に住んでおるよ。シャインアックス見つけたぞ。まあ、ちょっともう上の町ばっかり行ってたから、この町も攻めるか。ちょっと見学するぐらいで。今のサーギンは割とロッドを持ってる感じはあった。
ワンチャンある。ロッドを持っていてもおかしくはない。めんどくせえなおい。お、これはあるぞ。ロングスピア、なんか弱そうだぞ。ロングスピアって大丈夫？めちゃくちゃ強いんだけど。長すぎる槍。まあでもここもジンマだからパインが一番強いんだろうね。やっぱあのね、ほんとロッド落としてくれ。エルファリアで最後の風のパーティーと会うでしょ。エルファリアって地名だったのか。ん？いいじゃねえかしら。勝手に滅びるんだったらもうほっとけ。もうなんだこいつは。また会えるらしい、あいつに。これ上行ける？頼むロッド、本当に。また槍か、本当。水パス好きだな、このゲーム。スパイクアーマーめちゃくちゃ強いな。ヒパじゃねえ、ヒパ遊具が半端ねえ。俺はちょっと水場を使いたいのに今。もう相当やってねえか今日。40分ぐらいやってるぞ多分。なんで俺はこの村に入ったんだ、その前に。やめときゃいいのもの。勝手に編み出してくれ。俺は関係ない。俺には何の関係もない。俺なんで戦ってんだこんなの。セーブしてやめとけよ。俺って何をやってるんだ。もううっかり勝ってくれ。大丈夫だ、お前らなら勝てる。お前ら最強水場。お前たちは最強だ。このところウッパラ一人の力で他のパーティーよりもかなり強くなってるな。ウッパラの存在だけで。ウッパラハム。あーでもやっぱラゼルの MP が足りてないから、MV は少ねえわ。なんとかごまかしてるけど、やっぱきちいな。きちいもんはきつい。もうこれ完全にジンマには水パでしょ。なんでジンマは特に弱点はないって書いてんだよ。どう見てもうっぱらゲーじゃん。あの学者嘘を言いやがって。惜しいぞ。勝てなくもない。勝てなくもない。もうちょっとそこ集中で狙うか。この羽があと1回早く来てほしかった。でも勝て。これ勝ったらこいつはやばい本当。
頼む。そっち集中すな。いいぞ。じゃあダメだった。いやでもこいつらすげえわ。こんな全然鍛えてねえのになんでこんな検討できるんだよ。感動した。さすが水場だ。やっぱジンマには水場で行くか。